どう？あったかいです。夏だな。十分満喫しといてね。あったかい地面には当分触れないんだから。ねえ、何？南極でもこれやろうね。では行きますか。出航よーい。いよいよね。違う、やっと船が陸から離れる。この旅に何の意味があるのかなんてわからない。学校を休んで試験も受けず、受験にだって影響する。でも今の私たちは一歩踏み出せないままの高校生ではない。何かをしようとして何もできないままの17歳や16歳ではない。海だけだ。当たり前だろ。世界って本当に広いんだね。それで十分だ。はーい、撮るわよ。こっち見て。うん。はい、チーズ。かわいい。生じゃないんですからやり直せますよ。おえうわー、揺れた。波だんだん荒くなるって言ってたよね。時間気にした方がいいですよ。その後手伝ってくれって言われたんですよね。はい、その通りです。どうして起こしてくれなかったの？起こした。強く起こさなきゃダメでしょ。ん、失礼します。外で待ってます。眉毛なかったよね。女の人なら珍しくないだろう。むしろ普通というか。そうなの？うん、痛い。南下しながらステーションと呼ばれる海の南下所下で微生物や海水を集めるんですが、そのための機材もたくさん積み込んでいます。これが採水器と CTD 観測装置です。わあ、これが採水器と CTD 観測装置ですって。こうした鉱石の採集と同時に南極の地質調査も行います。地下数千メートルの地層を調べ、太古の地球について調べたりします。あの人は普通に眉毛あるね。ちゃんと話聞けよ。やばい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 、遅刻遅刻。どっちでしたっけ？こっち。いた。くー、遅くなりました。はいはい、待ってましたよ。あれ、デザート作れるんですね、ここでも。
まあ、あり合わせの材料でだけどね。じゃあ早速だけど、それお願いね。それ?だからピーラー持っていた方がいいって言ったのに、リンのバカ。クチュン。あ、またこんなにあるんですか。でも楽しいよね、こういうの。単純作業好きだもんな、キマリ。うわぁ!4人でやっと1馬力って感じだね。遅いですか。家で手伝いをしてないのがよくわかるよ。ま、だからといって急がないように。怪我をするといけないから。うわ、早っ。一応プロだからね。どこかのコックさんとか。普段は給食のおばさん。好き嫌いの多そうなあなたたちみたいなの相手に献立考えたり調理したり。ま、頑張って。早く船に乗れるように。船に乗れる。知った。本日人人〇〇より人7〇〇感情体育許可反時計回り。何です。感情の体育を許可する。つまり外出て運動していいってこと。運動。それ終わったら連れてってあげる。隊員の義務みたいなもんだからね。おお、海。ここ走るんですか。そう。放送で時計回りと言われたらこっち、反時計回りと言われたらこっちね。日によって走る向きは変わるから注意して。はい。大体どのくらい走るんですか。特に決まりはないよ。ただ何度も言われてる通り、観測単位は体力勝負。時にはマイナス何十度って中で一日中作業するんだから、そのつもりで鍛えておくように。お母さんもいつも運動してた。体力不足で倒れれば何もできないだけじゃなく、周りの手を煩わせることにもなる。南極まで来て足手まといは嫌でしょ。じゃ、早っ。よーし、私たちも頑張ろう。たあ、おい。分かってませんよね、キマリさん。まあ、すぐ分かるでしょう。やっぱり。おい、大丈夫か。なんでこんなに広いの。お前何度もここ歩き回っただろう。だってみんなこのくらいの速さで。あの人でもあれくらいで走るんですね。見た目は女子の研究者でも体力はバリバリあるってことか。行くよ。え?ちょっと18。南極終わる頃にはアマゾネスだね、私たち。そんな簡単にならない。ハイラスワン。鼻の頭。ユズ、もしかして手上がらないのか。何かしたら軽く死なせますよ。バカじゃないですか。バカじゃないですか。これが海水風呂。結構大きいね。入りがいがあるな。早く出てくれませんか。思ったより染みますね、海水って。髪の毛キシキシだし。だからみんな切ってるんですよね。男の人は坊主にしたり。よし、じゃあ切っておくか。私切ってあげる。船に床屋さんの設備あるんでしょ。地球学だけ切っても嫌です。右に同じ。なんで。私うまいよ。自分で前髪よく切ってるし。やっと謎が解けた。だからその髪型なんだ。え、なに、なに。配食用意。夕食よ。嘘、もう。ベタベタする。ちゃんとシャワーで流さないからですよ。だって時間なかったんだもん。おお、肉じゃが。私たちが剥いたやつかな。あと
忘れてることなかったか？ご飯にお風呂に洗濯？それも時間決まってませんでしたっけ？日向たちがお風呂で遊んでるからでしょ。責任取って行ってきて。待って、飯はどうなる？あれ、でも忘れそうだからって当番決めてなかったっけ？ああ、そっか。ですよね、確かみんなでじゃんけんして。ん？わーい、これでよし。何がこれでよしだ、結局最後までしっかり食べたくせに。何やったんだからいいでしょ。やめなって。疲れちゃったよね、思ったよりずっと忙しかったもん。だよな、これ明日からもだろ、持つのか。頑張るしかないでしょ、他に選択肢はないんだから。気持ち悪い。うわ、気持ちが悪いです。世界が回るよ。喋るな、喋るつ、どうだった？聞かないで。完全に船酔いね。でも全然平気だったんですよ。酔い止めも飲んでましたし。切れたんじゃないの？切れる？そりゃ薬だもん、いつかは切れるでしょうよ。そっか、そんなに長いこと乗り物に乗るなんてないから考えなかった。ひなたのバカ。なんで私なんだよ。薬飲んでよく寝ること、あとはご飯はちゃんと食べる。え、食欲ないだろうし、食べても戻しちゃうから嫌なのはわかるけど、食べないとどんどん体力が持っていかれる。最終的には点滴で栄養補給ってことになるから。そっか、そうなったらいくら鍛えても意味ないでしょ。よし、配食用意。カナエさんが言ってたでしょ、南極で足手まといになりたくなかったら無人でも食べる。全部出ちゃった。ゆずきちゃんも全部出ちゃった？言わないでください。あー、揺れないでくれ、ちょっとでいいから止まって。今止まってるらしいですよ。嘘、海水の採取らしくて。これで由美子さんはだんだん慣れてくるって言ってたけど、全然だよね。あの人たち船に乗りすぎて三半規管ぶっ壊れてんだよきっと。本日0800より1400艦上退育許可、時計回り。どうする？やっぱり走るなんて到底無理だな。でも外の方が風がある分まだいいね。この揺れがなければなんとでもなるんですけど。見てみたかったなぁ、クジラ。クジラ、見えるの？さっき見えたって言ってたけど。見えますか？お、玉木さんだっけ？はい。今ちょうど。見える？軽く自爆してますね。一点集中してみるんだろう。やめて、想像しただけで吐きそう。あ、いた。おーい、さっき部屋見たらさ、全然準備できてないみたいだったんだけど、大丈夫？準備？53度？その記録はだいぶ昔の話だけどね。私が前行った時でも、感覚としてはこの机がそこに来るくらいは揺れる。嘘！南極に行くにはね、どうしても突破しないといけないの。
吠える40度、震える50度、叫ぶ60度。なんですかそれ。井戸のこと。地球って水の惑星でしょ。それが自転して風や海流が生まれるんだって。ただ地球には大陸があるから、それが流れをブロックして勢いを弱めるみたい。でも南半球のこの辺りはぐるりと地球一周陸地がないから、流れが遮られないんだって。そこを私たちは強引に突っ切るんだってお母さんが言ってた。どのくらいかかるんですか。詳しいことは知らないけど、それなりにはジェットコースターみたいに内臓がふわーっと。ジェットコースターか、嫌いじゃないけどな。今乗りたいかって話だ。来ましたね。私は嫌いじゃないですけど、戦ってる感じがして。うわー、落ちる。今までで一番大きかったな。これでも多分15度くらい。嘘。うわー、来た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 。浮いた。体が浮いた。ベッドにいた方がいいぞ。だって頭に血が昇るんだ。大丈夫か。目回った。これじゃ寝ることもままならないな。そうね。本当に南極行けるんですかね。そりゃ行くだろ、この船に乗ってるんだから。それはそうですけど、でも着いたところで何もできないっていうか。皆さんすごい体力あるし、船にも強いし、なんていうか、生き物として生命力が全然違うっていうか。だったら私たちも強くなればいい。なれるんですか、あんな風に。頑張るしかないでしょ、他に選択肢はないんだから。そうじゃないよ。選択肢はずっとあったよ。でも選んだんだよ、ここ。キマリさん選んだんだよ、自分で。よく言った。どこ行くんです。トイレ。はあ、なんか私もう吐くの慣れてきた。私もこうなったら何度も食って何度も吐いちゃる。完全に坂ね。帰ったら話せるな、観測船ってすごいぞって。言う、すごい楽しいって。嘘じゃないですか。嘘じゃないよ、この旅が終わった時には絶対にそう思ってるもん。ちょっと外行ってみたいですね。お、それいいな。私も見たい。行くよ。嵐と荒波に守られた氷の大陸。確かに
になった？はい、もうバッチリです。昨日クジラも見ましたからやっと船に乗れたみたいね。はい。ただし陸地に降りた時に今度はおかゆいするからね。マジ？左中道、お前どこどこ。雲もなく鳥の姿もなく、視界すべてが一面の青。どんなに目を凝らしても見渡す限りの水平線。確かに船の音は聞こえているはずなのに、その圧倒的な景色が音を消していた。そこにあるのは宇宙を思わせる無音の世界。あ、嘘、あれが。間違いない、あれが。その時確信した。この向こうに本当にあるんだ、南極が。帰ってきたわね。ここから玄関開けるまでがまた長いけどね。